気分、小学生に。よいしょ。 MC 頑張ったね。 ありがとうございます。もうね、本当に噛みすぎて本当に死ぬかと思った。危ない危ない。結局毎日配信してくれるね。本当にそれなすです。なんかできないとか言ってたけど、思いっきりできるっていう。そう、思いっきりできるっていう。何事、マジで本当に何事も。隣に奈々香ちゃんいてよかったね。本当によくて、でそれで何9時で席決めるって知らなくて、ちょっと前よかよか一緒に出るって分かった時に、隣の席座ろうねって言ったんです。そしたら9時だったから座れるかなと思ったけど、隣に座れて嬉しかった。そう、本当にね、そう、ミナとかナナカちゃんとか結構6期生も MC リナなりそうじゃない、イクノちゃんなりそうじゃないって話してたんです。そしたら違ったっていう。今日は珍しくショールーム来れたよ。わあ、珍しい、なんか珍しい。そう、何回かなんかお時間的にね、お昼がね、やるときお昼にやるときもあればね、お昼じゃなくて夕方のときもあるけど、お昼の方が多いから来れない方多いんですよ。無言な、うん、こんばんは。ボードとかうちわとか嬉しかったでしょ。そうなんです、なんかタオルとかボードとかうちわとか持ってきてくださる方がいて、ありがとうございますって思ったんです。そう、よかった、やったやったーって思いました。ありがとうございました。そう、かわいい、かわいいみなりん見れて嬉しい。いや、そう、なんかみなりんって呼んでくれるの嬉しいな。みなりんって呼んでくれて、そう、なんかね、渋井ちゃん以外でもみなりんとか、なんか渋みなとか呼んでくださる方いて、いや嬉しいって思った、嬉しいって思った。あ、渋井ちゃんのアバターギュッとした、あるんだ、初めて知った。みなちゃんはからないんだね。いや、多分あれが一人だったらちょっとあれだったかも。そう、ロッキーがいたからよかったって思った。みなりんうちは作るしか、みなりんうちは作るしか。そうですね、みなりんうちは、渋みのうちは、渋いちゃんうちは、この方えぐられたいって書いてありますね。そう、昨日江口こかあちゃんのメールっていうか見た後に、えぐられたいの存在があることを知って、 LINE でえぐられたい入隊希望って言ったんです。そしたら第1号だねって来たんです。だから記念日だって思ったんです。そのね、会話をメールに載っけようと思ったけど、まだ出してないっていう。でも言ったからいいかな。第1号なんです。そう、すごいでしょ、第1号って。もうね、本人からのあれも言ったから、多分第1号。アイロンしてないからやばいな。
今日12時ぐらいにご飯食べて4時まで寝てました。4時間お昼寝、4時間もお昼寝をしてしまいました。渋井ちゃんのファンネームはどうします？皆さん、ファンネームってあれ、でもちょっと正確に言うと、ご飯食べたの、お昼ご飯を食べたのは12時じゃなくて11時28分ぐらい。そう、でも昨日もたくさん出た。ほっぺあんま伸びない。肉がついてきた、やばい、体重測定、体重やばい。体重やばい。どうしよう。ファンネーム募集っていうファンネーム。ダンスしてるから結構安そうだけどね。思うじゃないですか。いや、そんなこともないんです。そう、実際 HKT 入ってから筋肉もついたと考えて2キロぐらい太ったんですよ。太ったというか重くなったんです。2キロ、簡単に。やばくないですか。でも多分それは、でも筋肉って重いから脂肪は落ちたとして筋肉が入ったって考えてるんです。髪の毛が多いな。そう、よいしょ。しめちゃんめためた可愛い、俺のタイプ。いやー、タイプメタメタってさ、学校の先輩がよく使ってる。そろそろ第二次反抗期。この間ママとお話ししたら反抗期だよねって言われました。いや、昨日ななかちゃんとも話して、中二だよね、中二びっくりみたいなこと改めて言われて、で反抗期って言われたんです。で、いや反抗期でもちょっとだけ自覚はあるんです。すっごい親に反抗するなーって、よくないけどめっちゃ喧嘩するなーって思う。よくないね。反抗期っても喧嘩っていうか言い返すようになったんです。なんか親に言い返しちゃうんです。成長してる証だ。パパ怒る。そう、まあ、パパが怒ってそれにみんながめっちゃ言う。お父さんとは口聞かないの。いや口聞くけど、めっちゃなんか、そう、そう、すっごいね。わかる、言い返したくなりやすい。そうなんです、めっちゃわかりやすい。そうだから、なんか宿題しなよ、したの、よしたし、いやなんかしようと思ってた時に言う時あるじゃないですか。それ本当に嫌で、いやあと5分ぐらい待ってみねよ、絶対始めてるからみたいなっていう。パパかわいそう、うん、パパかわいそう、ごめんなさい。でめっちゃね、ママとも喧嘩する。学校の宿題嫌で、やりたくないくて、眠いから寝る、寝てばっかじゃんみたいな。なんか眠いんだもん、しょうがなくないっていうね。そう、メンバーとは喧嘩まだないの。喧嘩？あの安井ひなちゃんと一時期すっごいなんか
喧嘩っていうか、そうちょっとしょうもない言い合いをねしてましたね一時期。多分6期生もメイクさんも公認の言い合い。そうそう、でもね小学生だからね。そうなの。だからメイクさんもそう撮影の時とかになんかあの何メイクするんじゃないですか。その時になんかそのレッスン場の鏡でメイクする時があって、でね鏡の前にずらーっと並んでたんです。で真ん中ら辺に机あるから、その左右でにのあの鏡の前に座ってロケでメイクしてたんですけど、その時にみんなとでハンちゃんだけなんか一緒メイクしようみたいなこと言って隣に座ったんです。でこう多分6人ぐらい入れるスペースがあって、1,2,3 ハンちゃんみなみたいにちょっとスペースが空いたんです。それひなが来ようとしてて、でたまたま気づかなくて、みながらちょっと悪いんですけどね気づかなくて、それでこっちにちょ なんかねあったんです。そしたらひなが、あ来てほしくないなみたいな、そうなんかねいろいろあったんですね。懐かしいな、何ヶ月数ヶ月だけど前、面白いな。面白いね、面白いですね。喧嘩って喧嘩はない、口きかないとかはないか。そう、なんかだからなんか1週間口聞いてませんとかっていうあれはない。でもそのなんか何回もごめんねごめんねって付きまとうのも、その相手が怒ってたらさすがに余計イラつくかなって思うんで、一回謝って距離を置いて自然にみたいな、そんな感じ。お家静かになったね。今多分静かです。いや多分ゲームかなんかしてる、ゲームか YouTube 見てるかお勉強してるか。そう、兄弟喧嘩はする。弟同士が喧嘩するんです。弟同士が喧嘩してそれにがうるさくなると、うるさすぎてちょっと静かにしてっていう。でもなんか小さい子はね、もう弟が2人いる時点でちょっと慣れてるっていうかあれだから。そうだね、そうですね。お姉さんはどんなゲームしてる？お姉ちゃんはゲーム多分最近してないと。そう、姉さんとは喧嘩しない。最近は喧嘩をしない、言い合いみたいなするけど小さい頃ほどはしないかも。そうですね、姉さんのお洋服を着たりするのしないか。 T シャツは たまに借りるけど、なんか系統が違うんですよお姉ちゃんと。だからあんまり着ないかもな。うん、そう
サイズ的には同じなんですよ。別にあのサイズが違うから着ないとかじゃなくて、系統が違うから着ないみたいな。今日の T シャツめっちゃ似合うね。水色と、そう、あのいつも着てますね。多分ほぼ毎日着てるか。部屋着？パジャマ？パジャマの一個前みたいな。洗濯しなきゃ。外に出たら洗濯します。この服で外に出ないからさ、寝るときにはシャパジャマ着るし。でもとりあえずパジャマだと眠くなるから着替えようと思って。昨日ね、着ようと思った服を間違えて一昨日に着ちゃって、クソダサい、クソって言っちゃった。すっごいダサい服で昨日終えました。そうね、着ようと思ったっていうか、あ、これうかやかに着てこうって思ってた服を一昨日のね BD の時に着ちゃって、そう、普通に忘れた。お話し会もさ、あるしさ、お話し会の洋服も本当にやばいよね。洋服がさ、やばいよね。本当にすごい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。全部同じような格好なんだよね。だから T シャツ違っても、系統が短パンに T シャツとか長ズボンに T シャツとか。オンラインめっちゃ楽しみ。あ、そう、めっちゃ楽しみ。もうめっちゃ楽しみ。そう、めっちゃ楽しみ。ハントのジャージでもいいよ。いや、ダメ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 、バレちゃうバレちゃう。ハントのジャージはね、そう、一回レッスンに、なんかレッスン着がなんかいいやつなくて、もう一周回って若すぎで行こうかなとか考えたことあったけど、さすがにやめまして。うん、あ、でも先輩方は、そう、この間竹本くるみさんがなんかお下がりっていうのをたくさん持ってきてって、なんか6期生に持って帰っていいよみたいな感じでしてくれたんですね。そのな、袋にいろいろお洋服とか入れてくださって、それでロッキーになんか好きなやつお下がりどうぞみたいな感じだったんですけど、すっごい可愛かったんです。でもなんか自分でもこの服をみんなが着てるのが想像できなくて、ちょっと他の子が着てるのを楽しんでます。そう、すっごいおしゃれでね、可愛かった。ワンピース、本当にスカート持ってないんです。でも昨日通販見た時にワンピースがあって、ワンピース買おうかなーとか思って、ななかちゃんにご報告が、この度私渋井美奈ワンピースをご購入いたそうかと思いますみたいなことを送ったんですけど、まだカゴには入れてないですね。ご購入をね、先輩方なんで、みんなと同じような服の方、誰なんだろう。なんかそう、スカートフリフリとかっていうのを着てるのが本当にもう自分では想像できないんです。
自分でも想像つかないし、他の棋戦もとも話してて想像つかないって言ってて、ななかちゃんとこの間その話をした時に、みんながスカート履いてきたらなんかあったって心配してねって言ったら、え、心配する？大丈夫？みたいな。そう、フリフリアンガー着ない、何かあった時にいつでも逃げれるようじゃないけど、そう、うん、着ない。多分一番アイドルだから着ないと、本当になんかさ、皆さんは多分スカートとかの方が好きなんだろうなって思いながら毎日を過ごしてるんですけど、そう、いやでなんかそういう系の服を組み合わせるのがすっごい苦手で、いや着たいんですよ、着たいんですけど、ズボンって大体 T シャツなんでも合うから楽なんです。でもじゃあどなたか組んでください、その定規を組んだらそれ着ます、買ってきます。みんなに合うやつをのファッションコーディネート組んでください、お願いします。そうだね、天使の尻尾を私服にしよう、あの尻尾がついてるやつですよね、あれめっちゃ可愛いと思いますね、すっごい可愛いと思う。そうなのよね、そう、短パンないの、短パンあるんですよ、もうズボンしかないですよ、短パンは短パン3つくらい、長ズボンっていうかジーンズ5個ぐらい。あれで天神歩いてただけで、多分天神の尻尾着てこうやってバッグ持ってこうやって天神の地下街とか歩いてるの面白いですね。同じような系統だから面白くないなって自分でも思ってるけど、挑戦がね、ジーンズって穴が開いてるやつ、穴が開いてるやつもあるくないですか、わかんない、この間 GU に行ってズボンを買おうと思ったら、ミナの欲しいサイズがなくて、通販見てもなくて、すっごい泣いた。仕事、お仕事終わった、今からダンスのレッスン受けてくる、コメントだけ残していくね、わあ頑張って。ダンスのレッスン、お仕事終わった後にダンスのレッスンとかある、なれたらいいですね、撮影で。衣装のは全然もうウェルカムなんです、衣装のスカートは。ユナヤナに選んでもらう、ユナヤナね、川島優だ、川島優な、天神地下街メンバー遭遇でしたかね。そうなんだ。地下街にあるパン屋さんのチョココロネが好き。さあ、ななかちゃんに選んでもらったら、ななかちゃん大人すっごいかわいかった、昨日、そう昨日すっごいかわいくて、あ、ななかちゃんが大人してるって思った。
前髪やっぱこだわってる。あれちょっとコメントが、みなちゃんやっぱ綺麗だね、アイドルやわ。いやそんなこだわってない、これノータッチですよ。朝起きてアイロンもかけてないし、なんかケープとかもつけてないし、カーラーもしてない。こうなったたまたま生活をしてるうちに。さああんまね前髪寝癖ねつかない。こないだこう机の上にこうクッション置いてこう寝た時はなんか多分押されてこんなんだったけど、そうこうなった。なんか何かがない日っていうか、今日は家を出てないのでちょっと引きこもりみたいになっちゃったけど、そうなんか家を出るときにやるぐらい。夏祭りの時の髪型めっちゃ可愛かったよ。あれメイクさん、それはねその髪型が自由にできるって当日知って、それでどうしようって思ってて、メイクさんとどうしますか、どうするみたいな、どうしますみたいな話してた時に、最初はねこうやってねここをねこうしてこうやってお団子とかも考えたんですけど、その一回あげるじゃないですか髪の毛を、そのお団子する時にはするのはあれだから、でどれが似合うと思いますかみたいな話してた時に、なんか横とかしてみたらみたいな、ポニーテールのちょっと髪そぼしかぶとかしてみたらとか言われて、そうこうやってなんかやってみてくれて、一回ゴムつけないで、それでどうですかみたいな感じしてたら、いいじゃんなんか余裕を持ってそうって言われました。だから髪上げた方がいいよね絶対。サイドポニーっていうのかな、あれはなんていう名前かわかんないけど、なんかねあのさあれですよね、髪を下ろすのって楽だけど、あ髪を下ろすのって楽だけど顔周りに髪の毛がつくから顔が大きく見えちゃうんですよ。はい完璧よし。はあ、一番楽、もう全部楽、ポニーテールが定番。ニーテールめっちゃ好きだね、やっぱり楽だから。そうめっちゃね吸ってた、小学生の時とかずっとポニーテールしてた、一番楽って思って、すっごい楽って思ってハマってた。でも冬とかだと寒くない？冬とかでもポニーテールした？うん、ポニーテール、年中ポニーテール。でも小6の時とか特に。前髪がなかった時はここ前髪上げて、ここで一回こう後なんか前髪だけとか後ろの髪で入れて、ここからこうまたでここでポニーテールみたいな、なんか三角形ってなってた。この5個のゴムと耳と耳で、兄弟でお出かけとかしますか？この前兄弟で近くのスーパーに近くのスーパーに、でもなんか遊園地とか家族で旅行とかで遊園地とか行った時はお姉ちゃんとみなが一緒に行動して、いやあれです、前この間っていうか前お
姉ちゃんと二人でディズニー行きましたもん。そう、すごくないですか。二人でディズニーっていうか、あれいつだっけ、二人で東京行ったんですね。そう、二人で東京行って、飛行機も二人で乗って、二人で東京行って、でおじいちゃんおばあちゃん家とかは東京にあるんで、おじいちゃんおばあちゃん家乗って、そうで次の日とかに姉ちゃんと一緒に朝5時ぐらいに起きて、もう電車乗って、そう夜はそう、行くのちゃん来た、あなんかいたのさっき、みんな来たよ、ヤッホン。そうでもね、どちらかというとお姉ちゃんもしっかりしてるんですけど、いやみんなが謎に方向音痴じゃないんです。お姉ちゃんは年近いの4歳差、中3じゃなくて高3だから、うららちゃんとかさあやちゃんとかと同じなんです。考えられないよね。考えられないよね。そう、そうなので2人で行ってスーツケース持って行って、で空港までも2人で行って、ディナーはねめっちゃね、あ昨日ねグミをたくさんあげたんです。お誕生日プレゼント昔キャンペーンを今開催中で、6月以降だっけな、お披露目以降、6月以降お披露目以降のあの子に好きなお菓子を聞き回って、そのお菓子を大量にプレゼントするという企画でございまして、昨日はニコニヨカ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 の前にコンビニ、そうグミが好きって言ったかな、コンビニの行って、でもグミ全ほぼ全種類も買い占めて、お願いしますって言ってありがとうございましたレジ袋、レジ袋エコバッグディズニーで買った、あディズニーってちょっと言ってることやばいか、そうで入れて始まる前に開けるって言ったけど、ちょっと物がね、あのあれだったから、終わってからはいお誕生日おめでとうって言って、そうあげて帰ってから、あ言ってなかったって思ってないんで、お誕生日おめでとう、たくさん食べてすくすく育つんだよみたいなことを言ったです。そうみんなもめっちゃグミ好きで、一時期すっごいハマってて常に3種類ぐらい常備してたんですね。最近はあんまりしてない、最近は燻製イカと、なんかのど飴みたいなやつと、あとチョコとキャラメルを常備してます。そう常にバッグに燻製イカ入ってるんです。でもこの前の BD の前にすっごい食べるかもやったんですね、準備中。でもイカってすっごい匂いが残るから、食べて歌を踊ってる時にここからイカの匂いがホワーンってしたら嫌だから食べなかった。そうストックすくすく育つって背中出てるやん、そんなこと言わないってこと。そうなんですよ、背を抜かれちゃったんです。なんか顔の血色悪いな、メイクすればよかった。そう
そうなんです。ピョンって寝て、そう、この間、いや、すっぴんでもないかも、下、日焼け止め塗って口紅塗っただけだから唇の血色がいいんです。唇のね、血色がいい。そう、これがねついてなかったら本当にダレ状態になっちゃうから、危ない。みなちゃんのトマト料理一番好きなの何？みなちゃんトマト料理一番好きなのはトマトは一番、生が一番かな。生が一番美味しいです。ミニトマトの方が美味しいです。言っちゃうとトマト、大きいトマトは普通に食べるのも美味しいけど、青じそで和えたりしたら美味しくなるかな。ミニトマト、大きいトマトって汁が出るからあんま好きじゃないんですよ。美味しいけど切るのがめんどくさいっていうのもあるし、ミニトマトは洗ってもうヘタを取りながらパッパッて、だからトマトジュースとかはあんま好きじゃないかも、とか煮たトマトとかが好きじゃない。パスタのトマト、パスタミートソースとかにしたやつとかは好きだけど、煮て皮とか剥いてその煮たトマトを食べるのは本当にあんま苦手。本当に、そう、みなりんと逆だ。え、そうですか。逆にあれかな、今度お料理配信してほしい。あの、大変恐縮なるんですが、我が家のキッチンがですね、あのキッチンがあって後ろに物置とかこうなってるんです。こうしてこう、こういう形で棚がついてて、そう、後ろ丸見えなんですね。だからあーって感じです。あれでする？あのガスコンロ持ってきて、そう、だから後ろにどうにかどうにかして、でしかもこのコの字になってる、でここにキッチンあって、ここにカメラあって、こう後ろ映るじゃないですか。ここは食器棚だから別に見えてもいいんです。後ろがお菓子とか置いてる棚だからすっごいね、なんかごちゃごちゃしてるんですね。だから後ろになんかカーテンとかでもつけたらできる。プレートだったらホットプレートだ、ホットプレート、さあちょっと待って、ちょっと待ち、今ゆうなが配信してる、川島ゆうな、あの人今みんなのない未読無視してますからね。そう、よくないですね、話しかけてるのにさ。そう、本当にね、めっちゃね、なんかね、あのあれなんです、めっちゃ返信早い時もあればすっごい遅い時もあるんです。で結構みんながあの言いたいことっていうか、なんか話したいことだから言ってるのに、そういう時に限って全然既読がつかないんですちょっと今あの川島ゆなちゃん配信してるので、ぜひちょっと言いに行ってもらっても、そうって言ってみんなもねちょこちょこしちゃうんですけどね人のこと言えない。そう、してくれますか、ちょっと見に行きたいな。そう、よくないですよねって言いながらさ、みんなもね、そう、 なんか気分じゃないときはね、なんか返信しないっていうか、返信をするんですけど、後ででいいやって思っちゃう。みなさんからの LINE の返事が来た、ちょっと言っていいですか。みなが昨
勇気を出してコメントを出したのに来てないんですよ。え、どうした？どうした？本当にどうした？そう、でもみんなもね、昨日思い出したんですね。あ、返信来てないって。そう、昨日気づいたんですね。そういえば話してたなってそう、そういえば話してたなって。そう、なんかみんなに怒られたいって人いたけどさ、バリ未読しちゃう。なんか未読っていうか、来てるってことは分かるんです。で、長押ししたらトーク見れるから、それでトークを見て、トークを見てな、もう満足しちゃうんです。トーク見、あ、トーク見て頭の中で返信して、そのまま返信しないしないっていうかね。そう、ちょっと待って、そう、待って、これ持ってきた、食べようかな。よいしょ、取った。そう、でもね、既読無視するよりかは未読するの方がさ、なんか既読するだったら相手がさ、なんかみんなに嫌われたって思っちゃうかなみたいな感じになっちゃうから、でも既読はつきますよ。そんな何週間もとかってわけじゃないんです。でも結構いるんですよ、ロッキーでも未読する自覚犯。え、気づいてないの？面白いな。そう、川島への未読無視中。未読でも気づかないのもありますからね。そう、まあもう慣れたんですけど、まあみんなは結構そのまま内容言った内容が結構早めに来てほしい、返信が来てほしい内容だったから、ちょこちょこある。でもお互いするかも、結構そういうの。だから人のこと言えない、やばい、怒られちゃうね、一方的に怒ってるから。怖い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 。そう、怖いからね。あ、やべ、変顔になっちゃった。ゆいちゃんは意外と星女の子なんのを、なんか星が多いぞ、文の中に。あれに、そう、みんなもちょっと言っちゃうと、今 LINE 結構溜まってる、6件溜まってる、6件の中でいいか。リナのやつ返信してない、返信したつもりでも返信してないってことありますよね。よくないわ、よくない。あのね、ゆうなも中二のみんなは無視するからね。あー、なんてこと。あのね、違うんです、あのちょっとこれには理由っていうかありまして、で無視されちゃう、なんかね、そう、最近中二の間で倦怠期というものが流行ってて、ここはとも全然話すの話するんですけど、異常に減ったっていう。
ゆうなとも話すんですよ生だったら。でも多分中に3人いるじゃないですか、藤野くんは川島への渋い味なんで、3人とも LINE の返信がすっごい S なんです。 S っていうかなんか本当にしようね。例えばなんかねあれなんです、生で、何いついつ遊びに行かないって言うじゃないですか。それで生だったら行こうめっちゃ行きたいどこどこ行こうとかなんです。でも LINE だといついつ遊び行かない、いついつ暇遊び行かないって言ったらいいよなんです。わかりますわかるって言っちゃった。そうだからなんかこういうちょんちょんこれとかがないからなんか怒ってる風になっちゃうんですね。あのそう良くないですね。ちょっとそれはこの3人のグルラで言いましょう。ちゃんとあれですね、そうなのパンパンって。でも多分あれじゃないですか、その仲良しだからこそできるじゃないですか。で例えばそんな仲いいけどそんな心許せてないっていうかそういうあれだったらその言えないじゃないですか。えいよ行こう行こうとかも足さないと多分あれだから、だから仲良しっていう証拠なんです。わかりますかってことは、ゆうなにもちょっとお伝えくださいませ。でも伝言係みたいになってるよ皆さんが。しみちゃん怒ってる、どうしよう。あとでボイメンを送りましょうね。ゆうなそう仲良すぎるとこうなります。結構へこんでる。え本当にちょっとどうしよう。危ないじゃない。そうなの。誰ですね。ねえすっごいなんかみんなが苦情見る番みたいになってる。違うんです、皆さんに仲間の仲良しをアピールしたくて言ったんですよ話題。そうクレーマー渋い味だとか言わないでください。誰が言ったんですかそんなこと。違うんです、あの今ちょうどやってるってことを知ったから、あの皆さんはやっぱ言ってくれるかなと思ってちょっと早めに返信が欲しい内容だったからちょっと言ってくださいっていうのをあの お願いじゃないけどお使いみたいな汗そんな感じ。そうなんです。そうありがとうございます。そう伝言ねだり。あそうですもう皆さんが大好きなんで、まあ大好きなみんなが大好きな方たちだったらやってくれるかなと思って、大好きな方たちだったらやってくれるかなと思ってお願いしたんですそしたらやっぱね期待を裏切らないと言いますかね、ちゃんとそう言えないの泣いちゃって。本当ですか、これで嘘だったらどうしよう。後で聞いてみよう。言うなよ配信中泣いた、これで泣いてないって言ってたらどうなるか分かります。そう申し訳ない、あーちょっと言うなに謝っといてください。みんなも後で謝るけど、そんな強く言った気持ちはないんだ、ちょっとのこのノリっていうかなんだよねーって。そうごめんなさい、バイエーナ。もうなんかあれじゃないですか、心
こことここあのあれみたいな、なんかみな言うな真ん中の伝達役の皆さん面白いな、ありがとうございますね。ごめんなさいね。そう、ラブラブアピールしたかっただけなんです。そうなんです。そう、なんかそう、なんかね、ユナヤダ軍団、ね、ユナヤダ軍団から集中攻撃を受けちゃうかも。ユナを泣かせたな、うちのユナヤナを泣かせたな、渋いミナ泣かせたな。泣いてないよ、今見に行ったら。え、あれ、ご報告、あれ、誤った情報が入ってきましたけど、どういうことでしょうか。あれあれ、おかしいな、おかしいな、おかしいな、どういうことですか。やばい、めっちゃ今日テンション高い、どうしよう、めっちゃ今日テンション高い、普通に配信してるが、なんやねん、どういうことですか。ちょ、名前覚えとけばよかった、名前覚えとけばよかった。で、名前覚えて、ね、いつかなんかそういう会うお話できる機会があった時に言えばよかった。ユエナを泣かしたっていう情報をあれでしたな。よくないよくないよくない、やばいやばい、怒られちゃう。ユネーナはショールームのコメント固まってるし、なんかこの間もなんか お誕生日の時になったって言ってなかった泣かし上がったな、ちびいこの野郎。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そんな、あの、そうなんです。でも泣かしたのって泣いてないって言ってましたけど、ユネーナ泣いてないって言ってましたけど、他の方が、どういうことですか。しびちゃん怒らせたら怖いのが分かりました。そうですよ、昨日の床からね、笑いながら怒るっていうのがありましたからね。楽しかったな、笑いながら怒るっていうのがありましたからね。そうですよ、そうですよ、泣いたことにひとこ、ひとこってもうそれ泣いてないってことじゃないですか。自爆、焦ってはいるよ。あー、なるほどなるほど、じゃあ後でちょっと電話をしたいよ、したいよ、救うから。しびちゃんの生写真をたくさん集めます。コンプリートできるかな。ありがとうございます、すごい嬉しい。笑いながら怒る、得意技になったらね。いや、な、怒る怒る怒る、あれがないか、それ、あのお題がないとねできないですからね。焦ってもないよ。え、待って、このコメ欄ちょっと誤った情報多すぎないですか多すぎないですか。ねえねえ、配信ずっと見てたから、ちょっと泣いてたのは本当だよ、本当にちょっと。え、どういうこと。え、あくびで涙出たとかってそういうことですか。それが泣いたっていう。後で連絡するって。ああ、やった、ありがとうございます。ちょっと本人に聞くのが一番ですね。次いつ会えるのかな、いつ会えるのかな、あさって、お話し会の時に会えるかな。でも部がね違うんです、多分ユーナ1部とかでみんな4部なんです。あ、違う、これ2だ、4部なんです。で、4部見て、4 4 4 4 4 4、そう、4部なんです。4部だから、4部です。ぜひね、みんなにお話、みんなとお話をしたいって方は、確か今
再販をやってるので、ぜひぜひぜひチェックしてください。ぜひぜひ。確かにコメ欄でずっとみなちゃん振り回されてるやん。そうですよ、そうですよ。あ、ちなみに確かっていうか、この今度の8月20日は完売でしたので、ありがとうございます。あ、その日にあるかかな、わかんないけど。ありがとうございます。4番みなちゃんに行きます、イエーイ。え、これあれですよね、なんか行きたい方とかが同じ部だったらどうするんですかね。買うんですかね、どっち買うのかな、両方行くのかな。まだ仕組みが分かってないです。いっぱい追加していっぱい話す、やった、ありがとうございます。たくさんお話しましょうね。そう、仲が深まりますからね、お話をしたら。可愛い顔して実は怖い人ですか。いやもう怖いとか、そんな怖いの一かけらも体内にないです。怖いという言葉が存在していません。さ、そうですね、何時、あと30分。そう、実はマジでないに等しい、やけん9月ね、たくさん話そう、たくさんお話しましょう。なんかあれじゃないですか、8月来てくださって、9月とか来てくださったらあれですね、8月に「今初めまして」って言って、例えば A さんだとしたら、9月にまた来てくださったら、あ、 A さんですよね、お久しぶりですって言えますからね。もう全員覚えちゃうかも、全員覚えちゃうかも。でもこの前の、この昨日のよかよかに来てくださった方の何お名前がね、分からなくて言ってくださったらいいんですよ、言ってくださったら。そうとか、その持ってきてくださったやつを見せてくだされば、あ、ありがとうございますって、ありがとうございましたって、言えますからね。そうですよ、そう、なんかこれ持ってたよとかって言ってくださったらすっごい分かりやすいですよ。一番に言ったからね、題材も覚えてますよ、分かりますよ、分かりますよ、分かりますよ。1回目に見えた渋いうちはめっちゃ目立ってた。はい、ほんとですか。画面見てないんだよね、あんまり。画面っていうか。そう。そうなの。そう、でもね、なんか、その全員分の名前とか入れてくださって、いつもなんかボードっていうか、こういうのしてくださった方もいて、心が温まりますね。全員分入ってあるとかって。一緒だってツイッター載ってると思う。あ、そうなんだ。ツイッターやってないからな。ツイッターやってないからな。そう。覚えられて公演ライブの MC でメンバーからなんちゃらられるファンいますよ。ああ、なるへそ。
6期生のあれアカウント、いつになったらメンバーが使えるようになった。そう、なんかこの間先輩と5期生の先輩と話した時に、なんか5期生さんはその公式ツイッターで先輩方もログインしてなんかできるみたいな、その先輩も自分でもできるみたいな感じだったらしいんですけど、ロッキーないですね。なんか今なんとかどうなんだろう、まだわかんない、自分でも見ても分かんない。そう、初めて来たよ。初めましてなんだ、初見ってついてないけど、ありがとうございます。はじめまして。個人ツイッターとかインスタとかできるようになるといいのね。のにね、そう、めっちゃため始めた、楽しみ、初めてじゃなかった、めっちゃなんか初見ってついてないよって思いました。そう、 HKT48 を応援したきっかけは何ですか。あるんですね、2018年ぐらいの春のツアーの HKT48、 春のツアーみたいな、なんかこれが博多のやり方とかあるじゃないですか、それの福岡のマリンメッセだったかなに初めて行ったんです。でその時は曲は最高回しか知らなくて、他の曲も全然知らなかったんですね。でしかもその時メガネだったんですけど、その時度が悪いメガネで全然メンバーさんの顔とか見えなかったんですけど、それで行って、やばい、もう好きってなって、いろいろ行ったんです。いろんなところに。いろんなところっていうか、そしたら、好きって言ったら、パパがどんどん撮ってくれて、そう、でも HKT の存在っていうか、言っちゃ悪いかもしれないんですけど、知らなくて、そのある、AKB48 さんしか知らなくて、その時、まだ。それでね、そう、いろいろ。の何ヶ月か前に行くよって言われて、ホテルで東京、そのたまたまおじいちゃんおばあちゃん気になったら、そう言われ、急に言われて、今度行くよって言われて、そうなの、公園は、そう公園はね、すごい行きたかったんですけど、その時間的とかにも、その年齢的にも年齢一人で行けないし、行くならでもパパお仕事だからっていうのもあって、2回も行けてないんです。行きたいけど行けなかった。フラッシュスペシャルのチェキプレゼント1名当たった人ツイートしてたね、羨ましい。あ、でもなんかコメントで見た気がする、なんかのチェキ当たったよって。今だったら見放題、本当にそう、すごい。本当にそうなの、今だったら見放題って考えたらすごいですよね。でもね、 DMM に DMM ってあるじゃないですか、それ入りたいんですけどまだ入ってなくて、そう、今日涙袋な、全体的にこっちの方ができますよね。ここ、ここにね、鏡があるんです。ここに、ここに、みんながこう見て、ここに、そう、いや道は見れるんですけど、その公園はね、送ってくださってるっていうかあるんですけど、
やっぱあれじゃないですか、宿題そろそろ終わりそう。すごい、すっごい今変顔だった。聞いてください、やらないとって思って持ってきてるんです。ほらほら、ちょっとやろうかな。だからショールームが終わったら死ぬ気で頑張ります。全力で進めます。でももうすぐ終わる、国語は。ワークは、ワークっていうかその一つ。それ終わらないと配信できないんじゃなかった。いや違うんです、この間はここまで終わったらっていうそのワークっていうかその宿題の中のみたいな。感想文はまだ本見てないです。どの本にするかも決めてないです。やばいです。そう、持ってない本だったら注文しないといけないし。今日何日、あと今18日、半分ぐらい、月の半分ぐらいです。今真ん中らへん、真ん中よりちょっとあと一旦過ぎたかな。弟が喧嘩してます。ちょっと声失礼します。はーい、やばい、めっちゃお腹痛い。はぁ、食べ過ぎたかも。めっちゃお腹痛い。ちょっと待って、本当にめっちゃお腹痛い。いやだ。じゃあそろそろ終わりますね。お手洗いにも行きたい。いやそんな気分でもないんだよね。ということで、切りがいい時に雨を、あ、まだ20分か、20分やりたいからやろう。多分冷えました、冷えたか。さっき梨を食べたんです、丸ごと1個。多分それですね、水、水分。水分のせいです。あー、絶対水分ですよね。しかも今日のお昼ご飯チャーハンだったんです。チャーハンも食べたんです、2杯。あと生ハムを6枚食べ、1パックね、これ1パック食べ、その後梨を食べ、オレンジジュースを飲み、水を飲み、はぁーデブー。そう、丸ごと1個でもさ、なんか半分とかって微妙だから、それだったらもう1個食べちゃおうと思って。花を摘みに行くとか言うの。いや、あーなるほど、では花を摘みにとかね、失礼します、お花畑に遠足に行ってきますとかね、言うってことか。昨日近くで見たけど、 見たけどめちゃくちゃ めっちゃ細かった。えー本当ですか。多分細いのは上だけとかね、この骨格がねウェーブだからね、こうなんです、逆三角形。みなちゃんね、はい、みなちゃんで、だから本当に下に全部肉がついちゃうの。あわ、めっちゃここ血管、ここを切ったら血が、怖い怖い。骨格ウェーブってさ、なんか足が短いっていいよね。
やだわ、ほんとやめてほしい、やめてほしい。後ろにいたから背中や腰細って見ていった。え、本当ですか。昨日はね、ズボンフレアジーンズに T シャツで行ったんです。なんとシンプル。そう、ハイウエストを履けば、そう、問題ない、本当にそうなんです。ハイウエストを履いたらすっごい足は長く見えるんです。そう、ハイウエストを履けばね。だからなんかあのなんだっけ、ナチュラルかストレート、すっごい足長くて、あの福井カレンちゃんいるじゃないですか。もうめっちゃあの方はね、本当にね、足が長くて、カレンねんはすっごい長くて、そう、本当に長いの。前ちょっと B さんをね、振りだけちょっとカレン連とかと練習してた時に、トゥ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 ってあるじゃないですか。ここで何で、トゥ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 、こうあるじゃないですか。この後とのこれ、この後にこう横の人の後ろにこう手を置いて、こうやる、首やるか分かんないけど、こう足をねポンポンってやる振り合いじゃないですか。それやった時に手をこうやったらもうお尻があったんです。やばくないですか。もうめっちゃ本当足なくて、ツー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 ってこうあるんですけど、こうやったらもう腰じゃないんです、お尻なんです。そうで、えーと思って、もうやばって思って、もうなんて、もう多分肋骨、あばら骨の下、多分すぐ腰ですよ、あの方は。そうで、しかもめっちゃ足細いし、もうやばいと思って、あ、待って、お尻って言っちゃった、やば、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、とりあえず足が長かったってことが言いたかったんです。はあ、そう、少し長かった、うん、そう、少しが長かった。結論はそうです、スタイルがいい。お披露目のさ時のあのジーンズあるじゃないですか、こういうすっごい短いジーンズを履いてもすっごい足の長さが分かるんですね。足の長さって、そうね、すっごい足長いなって思いながら見てました。足だけを伸ばす、身長の伸ばし方募集中。遺伝もありますからね。そう、カレンどっちだっけ、お父さんが足長いって言ったのかな。お父さんが足長いみたいなこと言ってた。いいですね。成長期に無駄に筋トレしない、無駄に筋トレはしないです。体が柔らかいと、あ、ちょっと危ないな。
先輩メンバーで足が長いなって思うメンバー。でもこれはめっちゃ、このゆうきさん、石橋ゆうきさん、めっちゃ足長くないですか。あ、もう足なっかと思って、やっぱと思って、まあ、あのツアーのリハの時に半ズボンを履いていらっしゃったんですね、ゆうきさんが。で、半ズボンって足すごい出るじゃないですか。もう見た時に足なっかと思って、でなんかその他の先輩方も長いのに身長がちょっと違うけど、もう腰の高さが一緒なんです。だからもうと思って、もうと思って、スタイルがいいし顔はすっごい可愛いし何事だと思って、もうこんな完璧な人がこの地球にいていいのかと思いましたね。本当に原さんもめっちゃすごい長いです。もうね、もうみんな長いんです。ハナさんはすごくスタイル良くないですか。顔小さいし足細いし長いし、本当にすごいですね、すごいですね、すごい。そう、皆さん本当に足が長くてうわーって思いますもん。そう、本当にね、本当にすごい、すっごい細い、本当に細いんです。もうと思うぐらい細くて、と思うぐらい顔が小さくて、と思うぐらい足が長くて、と思うぐらい可愛くて、もうですよ、綺麗で本当にもう美、何事ですか。すごいよね。もうそろ8時です。そろそろ終わりにいたします。ありがとうございました。本日も約1時間半のね、あれよね、1時間半の配信ありがとうございました。あ、ご飯です、私は。ではお読みいたします。危ない、いろいろやばくて草。じゃあ読みますね。13位ゆっきーさん、12位かずおさん、11位しんさん、10位ロメオさん、9位ゆっきーさん、8位そうちゃんさん、7位くじまささん、6位あおいちゃんさん、5位モンさん、4位テルさん、3位これりょうさんでもいいかな、合ってますか。3位え、りょうさんだっけ、ちょっと見よう。3位りょうさん、2位横浜の歯医者さん、アットマーク花丸大さん、ありがとうございます。1位はりょうすけさんです、ありがとうございます。今日もありがとうございました。明日はちょっと多分できません。すいません。では次回の配信をまたお会いしましょう。ありがとうございました。